信濃川電駅は、長野県長野市若穂川田にあった長野電鉄、八代線の駅。八代線廃止に伴い、廃駅となり、現在はバス待合室として利用されている。駅番号は Y9。廃止後の構内相対式ホーム2面2線を有する地上駅。無人駅。2線とも両方向に出発信号機を持つ。かつて朝夕のラッシュ時には、須坂東駅間の区間運転列車が運転されていたこともあった。現役時の構内には、元貨物用の側線があり、現在は保線車両の留置線として使用されているほか、廃車車両の解体も行われていた。また、駅本屋の柱に据え付けられた放浪板の駅名標の一部には隣接する駅も書き込まれていたが、このうち須坂方面の隣接駅が免内となっており、1966年に免内駅との間に若穂駅が開業したことが反映されていなかった。1980年代初頭に放映された明星食品のカップラーメンのテレビコマーシャルのロケ地として、また近年では熊木杏里のシングル7月の友達の PV 撮影地としても使用された。銚電バス年間乗車人数及び1日あたり、乗車人員は次の通りであった。構内留置車両駅構内は、地元の要望に基づき、八代線トレインメモリアルパークとして整備する構想があり、2000系編成のほか、小布施駅にある長電電車の広場に保存されていた車両等が留置されていた。しかし、鉄道移行保存に詳しい人材が不足したことなどから計画は頓挫し、2019年1月までに譲渡先が見つかった車両3両については搬出され、老朽化が進んだ2両については現地で解体された。その後残存した車両についてもアスベストが検出されたことや維持管理費の問題から同年1月17日までに解体が決まり、2019年2月までに全ての車両が他の場所へ譲渡または撤去された。信濃川電駅に一時留置された車両は以下の通り。ありがとうございます。